今月は来週雪ずっと降るっつうから、今日と明日かけてバイクを収納しないとダメですね。まずね、一旦ね、このねバイク一旦出さねばダメだ、このねこの車庫にね、12、3台入れるので、こう入れる順番があるわけですね、バイクのね。まずね、いろいろバイク動かしにね、この移動、いろんなこと移動さねば、セリカはちょっと移動しますね。まずバイクな、まずこのさバルカンガレ入れね、前にさバルカンガレ入れるに、この奥の3台をこれね、奥のこの3台さ出さねば前にさ、あでなな、もう趣味だってろ、大変だ、重いさね、前だ、毎年ろ、冬な、
ティーね。シャドウ入れるんだな。ちょっとおしっこしてくるじゃん。おしっこ。このねバルカンバ入れるんだけど、ケツ殻入れるので大変なんです。道路とさ、車庫のさ、駐車場のこの境目の段差あるね。あそこさ、タイヤを落ちてしまうと上げられねえんだ、これ重くて。なんで、あそこのこう段差のとこさ、落ちねえようにね、ワンカズ切り返ししていかねえ、前のさね。毎年この今のこの寒くなるとね、この六十肩が悪化してくるわけ。大変なんだ。
最近あれだ、筋トレ空手で鍛えじょるが意外と楽勝ですね。バルカン入りましたよ、ね、この間さシャドウ入れるわけだよな。シャドウ、シャドウね、ブレーキがねちょっと渋くて1回ブレーキ買ってかけると6車でブレーキかけない、ブレーキ握らないで入れねばダメだね。大変だ。段差、ほんのここ入ってもらえば、ほら段差入ったんで OK。 よし、スズキの GSX750E ってやつ、赤べこってやつで、ちょっとみんなエンジンかけでしょ、と飛行機でしまうのかな。これだバルカンナ、これマフラー交換してちょっと飛行機型なんで、よし。
大変なのが2台終わりました。あとは結構楽勝だね。よし、まず一服だいな。あとでこのザッパー出すが、ザッパこれ、これ新さん作ってきた。おさこうケツのタイヤかまして、こう動かせばいい。まあここだばあまりつかねえけど、大した便利だもんな、これね。バイクこうケツだけ動かすにね。あとね、隅っこさなんかおかいね。この隅っこさバンバンいるよ、バンバン。車庫で入れるバイクはさ、錆びやすいバイクね、昔の特に。車庫で入れてもらう。じゃあ、錆びにくいバイクはさ、シートかけてぐるぐるにしてね。道路走らけるか。ああ。
OK ですね。これはね、一番奥にしまいましょうね。バンバンしまったし、この間サップリマックスな。今十和田くんがバッテリー回収に来ましたよ。重い。それの前田も出してみていくな。置いとけばよ。鉄くん全盗んでいくところでな。世話だばな。世話になってる十和田くんとか酒でラーメン代にしたほいっきゃ。なあ。積んでな。あら。十和田くんの愛車ら。どこへ取り出せばら、夜中鉄くんじゃみんな盗んでいくんだ。なんで、ほら、な、とあんだくんさっきだば。いや、な、ね。これはタイヤ、アルミを入れるんだか。これよ、この状態でもいいんだよ。ここしか見えない。ベンツの
材料持っていくと売りやん。材料に今これラーメンでも作る。バラすのは俺だけど。今あの本日のほら冬タイヤの全部あんずらってるところ分に来て肉まん差し入れありました。もうこのさバルカンダの V マックさんのでっけえのよりもあれはもう楽勝で入んでた。まだまだ大丈夫っすね、体力的にね、まあ、本当にさ、あの、バルカンと V マックスは重い、年なんぼまで乗れるがさ、いや、乗れるのに乗れんじゃん。まだ上がってまればもういいんだけど、取り回しな。そんで、バイク乗り場さ、バイク乗り場、バイク降りるまんで体鍛えねばダメね。よたよたって取り回ししたってな、かっこ悪いしな。だ、肉まんも食べたことだ。もう一踏ん張りやるか。せば、ここの間にドゥカッティを入れますね。次は、あれだ、キュアさんから預かったスパーダね。いやー、250は軽い。ハムスターのジョンジョン入れるカゴ、鳥カゴだったんだけどさ、あのジョンジョン大きくなって広いとこの方がいいと熟女が言うので、
ね。これガモ出したキャコ、錆び出るってね。綺麗にピンクに塗ってけと。いうことなの。私買ってきたハムスターもモルモットもみんな三上家になってしまいましたね。ピンク塗ってますね、これね。とこ間違って掴むとこピンク色が手につきますね。よいしょ。そういうわけで、あの間っこさ、ザッパ入れます。スクーターは実家のうちの方だな。マジェスティックエンジンかかるかな。これは奥だな。今日はとりあえず、あと明日の午前中まで晴れだっつうから、うん、ほら、この間さ、FZR 入れるか。
りあえず収納完了ですね。でね、あ、全部なんかカラフルだね。いいね。あ、これなんだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 入ったな。12,7,13,14,15,16,17,18,19,20。あとスカイウェーブの22台しかないですね。もっとあると思ったけど。あ、そういうわけで。まず今日もう暗くなっちゃったので、店行ってバゲママ金ママに行きます。